ハロー、皆さん元気ですか？ヨガフォーセルフケア第4日目、今日のテーマは信じる、Trust です。信じることって自分を認めてあげることにつながっているんじゃないかなと思います。でもそれをどうやって練習実践していくのか難しいですよね。私も日々それを探っている一人です。今日は何かそのヒントになるようなことを一緒に見つけられたらいいなと思います。ボルスターやクッション、そしてブランケットを用意したら早速始めていきましょう。それではボルスターやクッションを用意して、手前の先端の方へ骨盤の後ろの仙骨のところをつけて、ゆったりと背中を下ろしていきます。足の裏をお互いにつけて、膝を左右に開き、胸も広げて、腕も心地いい程度横に伸ばしていきましょう。まずはフィジカルなところからアプローチしていきます。ヨガでは体と心はつながっていると言われています。まずは胸を柔らかくしていきましょう。体の前面を緩めて、胸全体、肩口、喉、腕の内側と手のひら、お腹周り、鼠径部周り、内太もも、ふくらはぎ、柔らかな皮膚、筋肉のエネルギーを伝播させていきます。左右の鼻腔も緩めて、目をくぼみへと休ませて、眉毛の上から頭頂へ伸びて、頭の後ろ側もゆったりと、地面の方にもたく、首の後ろ、背中全体、仙骨、足の裏側、緩めてあげて、吐く息ごとに体の内側も緩めて、緊張を解放してあげましょう。徐々に意識を呼吸へと運んであげて、手の指先少しずつ動かしていきます。起き上がる準備をしていきます。手のひらを両方の膝の下へと持っていき、パタンと手の力を使って膝を空の方へと起こしてあげて、足の裏を大地へとつけていきましょう。右の腕を頭の向こう側へ伸ばしたら、体側横側に転がり、手の力を使って上体を起こして、四つん這いへと移動していきます。肩の真下に手首を置き、お尻の下へ膝、後ろを左右交互に振り返るようにして、腰回り、ねじりを加えて少し緩めていきます。中心へ吸いながら、目線を戻してあげて、吸う呼吸で右の足を後ろへと伸ばし、吐きながら右の膝を肘の方へと近づけて引っ張っていきます。そして右足を右手すぐ横へと置いていきましょう。この状態で呼吸を繰り返していきます。余裕があれば左足の膝も床から持ち上げていきましょう。左の鼠径部周りに酸素を送ってあげるようにしながら、呼吸を繰り返していきます。鼻から吸って、尾骨の方から背骨を取って、左右頭の方へと上昇していく流れ、吐きながら鼠径部周りも少し緩めて、次の吸う呼吸で右の足を後ろへとゆっくり戻してあげます。プランクポーズ。膝をまずは大地へと下ろして、肘を後ろの方へと曲げたら、胸も大地へ、吸いながら前へ胸をスライドさせて、心地いい程度持ち上げる。吐きながらおでこ胸を下ろして、手を使って上体持ち上げて、お尻も空の方に持ち上げたら、下向きの犬のポーズ。首の後ろ側も力を抜いて、ゆっくりと膝を地面に下ろしていき、今度は左の足を後ろに伸ばして、膝を肘の方へと近づけて引っ張っていき、左手真横に置いていきます。
余裕があれば右の膝も持ち上げていきましょう。鼻から吸って、長い背骨を感じて、胸も前に広がる。吐きながら、もう少し、鼠径部周りの緊張を緩めてあげて、次の吸う呼吸で、左の足を後ろへとステップバック、プランクポーズ。次の吐くときに胸を地面へ吸いながら、自分の心地いい程度を上に持ち上がる。ゆっくりとおへそを背骨の方に引き寄せて、ダウンワードフェイシングドッグ。膝を緩めてあげたら、足を前へ一歩一歩進めて、手の間へと運びます。吸う呼吸でまずは背骨を長く前へと伸ばして、吐いて前屈、頭の頭頂地面の方へ。吸いながら上体を起こして、指先空へ。吐きながら胸の前に合掌。もう一度吸いながら指先空、吐きながら前に前屈、地面へ手を下ろす。吸って膝曲げてチェアポーズ、トゥカタサナ。手を重ね合わせて吐く呼吸で右側に上体ツイストしていきます。左の肘を右側足の外側へと押し合うようにして、ひなりを吐く呼吸ごとに深めていきます。もう一呼吸して、次の吸う呼吸でゆっくりと背骨をまずは解放しておへそ前に吐きながら、今度は左の方にツイストしていきます。右の肘を左の足の外側へと押し付けるようにして、吐く呼吸でツイストを深めて、吸いながらおへそを前に向けて、ツイストを解放してあげます。手を後ろへ伸ばして、そしてもう一度前に運んであげて、手のひら重ね合わせる。親指の上におでこを乗せて、首の後ろ側もリラックスして、背骨も少し丸めながら内側に意識を向けてあげましょう。ゆっくり解放して、もう一度お尻を地面の方にだんだんと近づけていきます。背骨ゴロンと大地に転がして、何回か背中をマッサージしていきましょう。自分のペースでゆっくりと上体を持ち上げてあげて、足を地面から浮かせて平行にすねを持ち上げます。お互いの肘を組んであげて、左肘と右膝つけます。吸って中心に、吐きながら逆側、交互に呼吸に合わせて繰り返していきましょう。吸っておへそ中心に戻して、吐きながら左肘右膝つける。吸って吐いて、吸って吐いて、中心へ戻ったらすねをもう一度平行に持ち上げた状態キープ。腕も前に伸ばします。もう一呼吸したら、ゆっくりと足を交差させて、骨盤の前に下ろしてあげて、ゆらゆら左右に揺れて、鼠径部周り緩めましょう。もう一度お腹に意識を集めたら、もう一度足浮かせていきます。今度は足の後ろ側、裏側を両方の手で外側から掴んであげて、交互に伸ばして曲げて繰り返していきましょう。お尻でバランスを取りながら、尾骨と座骨の間に体重を乗せていきます。ハムストリング、足の後ろ側の伸びも心地よく感じて、呼吸に合わせながらバランスとって、その動き繰り返してもいいですし、もしくは手の方に足を押し付けるようにして伸ばす。足の裏を手の方へと蹴り出していきます。ゆっくりと自分のペースで下ろして、もう一度左右にゆらゆらと緩めていきましょう。次第に中心へと戻っていきます。動きを止めたら、中心で深く息を吸って、吐く呼吸で右側へ上体をツイスト。吸う呼吸で中心へ戻り、吐きながら左へ上半身を向けていきましょう。吸って戻って、両手を地面へついて、足を後ろへと伸ばし、四つん這いになっていきます。肩の真下に手首、お尻の下に膝。息を長く吸って、右の足後ろへ、
左の手も前に、吐きながら肘と膝を近づけて、背中丸めて、吸って伸ばす。吐いて縮まる。吸って、吐いて。背中の筋肉、背筋もしっかりと使っていきましょう。吸う時におへそが恥骨から離れていきます。吐きながら近づく。吸って手を下ろしたら、右足を左の方へと持っていき、上体をひねっていきます。吸って足を戻して、今度は左の足伸ばして、右手も前に。吐きながら肘、膝近づける。吸って伸ばして、吐いて背中丸めて、呼吸のリズムとともに、まずは背骨の動きを感じて、それに足と腕がついていくイメージです。では伸ばして、手をゆっくりと下ろしたら、左の足を今度は右側へ持っていきましょう。マットの外側です。後ろを見つめて、右側の体側絞っていきます。吸って左の足元の位置へ、手をマットの前の方へと押して、同時にお尻を空へ持ち上げて、下向きの犬のポーズ。吸う呼吸で肩を手首の真上と運んであげて、かかとを後ろの方へと地面に伸びていくようにしながら、コアも使って、前腕部分を地面に置いて、一度お互いの肘を掴んだらもう一度前に伸ばす。しっかりと前腕を地面に押してあげて、お腹周り地面に落ちすぎないように、お尻も持ち上がりすぎないようにキープしていきます。肩もすぼめずに肩甲骨を背中の方へしっかり引き寄せます。それでは吸う呼吸でゆっくり膝を下ろして、手を少し後ろの方に歩かせてあげて、四つん這い、つま先立てて、もう一度下向きの犬のポーズ。膝を柔らかく、目線を少し前の方へ向けて、ゆっくりと足を前に手の間へと運び、次の吸う呼吸で背骨長く、頭の頭頂前に、吐きながら前屈。足の裏を地面に押して吸いながら、上体を起こして吐いて胸の前に合掌。膝を柔らかく、かかとの方へと体重を乗せて、お尻を地面に近づけて膝曲げていきましょう。息を吸って吐きながら右側に上体ツイスト。ゆっくりと左の足を後ろに伸ばしていきます。ツイストを深めたまんま、ポーズをキープして、足は力強く地面を捉えて、上半身は柔らかく軽く、ポーズをキープしていきます。呼吸も止めないように繰り返して、次の吸う呼吸でゆっくりと、目線をまずは前に向けて、おへそも前に、コアを感じてあげて、後ろの足を前にステップ。一度おでこを親指へ預けて、背中を少し丸めて、吸ってもう一度背中伸ばす。吐きながら、今度は左の方へとツイストして、右の足をゆっくりと後ろにステップバックしてあげましょう。足の骨の筋肉をしっかり骨の方へ引き寄せるようにして、吐きながら肘と膝押し付け合うようにして、上体のツイストを深めていきましょう。次の吸う呼吸で目線とおへそを前に戻して、コアを感じてあげて、後ろの足を前に戻す。吸って長い背骨、吐きながら手を地面に、頭の頭頂を地面の方へ向けて前屈。上半身の力を抜いて、膝の後ろ側柔らかく、吸って背骨前、吐いてもう一度頭の頭頂地面に向けて、膝を柔らかくしたら、足をマットの幅程度広げていきましょう。お尻を地面の方へと下ろしていきます。肘を足の内側に押し付けるようにして、同時に尾骨から背骨、頭の頭頂、空の方にかけて長く伸ばしてあげて、吸って鼻から背骨の内側を通って下に向かっていきます。吐きながら伸びていく。手を地面の方に下ろしたら、お尻も一度持ち上げて、足幅を腰幅程度になるようにマットの中心へ少し歩かせていきましょう。そして足を後ろに、両足ステップバックして、もう一度プランクポーズ。
自分のバージョンで体を地面に下ろしていき、コブラか上向きの犬のポーズ。ゆっくりと吐きながら下向きの犬のポーズ。膝柔らかく、そして地面に下ろして、上腕も地面に下ろす。自分のペースでゆっくりとうつ伏せになってきます。重ねた手の甲の上におでこを休ませて、心地いい程度足は広げていきましょう。膝を曲げて足の裏、空の方に吸って、吐きながら足を右側へと倒して、吸って持ち上げて吐いて左。呼吸に合わせて繰り返して、骨盤のバランス、左右のバランスを整えていきます。次の吸う呼吸でもう一度持ち上げたら、ゆっくり足の甲を地面に開放して、右の膝を曲げて骨盤の真横に運んであげましょう。90度になるように持っていきます。左の前腕を使って上体を起こして、少し右の方に上体ツイスト、右側に胸を広げていきます。後ろの左の膝を曲げて、右手で掴んだらもう一呼吸繰り返す。ゆっくりと次の吸う呼吸で手をまずは解放して、胸を地面の方に下ろして、右足伸ばして、おでこも地面に下ろし、もう一度うつ伏せ、呼吸整えて、左の膝を骨盤の真横へ運んでいきましょう。右の前腕を地面に押して上体を起こしていきましょう。左側に胸を広げて、右の膝曲げて、左手で足首を掴んでいきましょう。右足はだらんとせずに、足の裏を空の方へと向けていきます。もう一呼吸したら、次の吸う呼吸でゆっくりとお腹、胸、地面に左の足も伸ばして、おでこも手の甲へと休ませていきます。背中周り、緊張を解放していきましょう。吸って吐いて、骨盤も地面に重たくなっていきます。もう一度吐きながら、手の甲におでこの重みを感じて、ゆっくりとおでこ全体地面に下ろして、手を肩の下に持っていき、手のひら地面に押して、上体を起こして、座骨をかかとの方へと下ろして、背骨スルスルといついつい持ち上げて、まずは背骨を深い呼吸で長く伸ばして、少しの間正座で座っていきましょう。吐く呼吸で肩の力を抜いて、肩甲骨の羽も地面の方へとゆったりと休ませてあげます。体と心はつながっています。最後に心にアプローチしていきましょう。ハートの結び目をほどいていきます。今この時、ただ心を休ませて、何にもしない、何にも制限するものはない、この時に身を委ねます。今ここにいる、マットの上でヨガをした体とつながります。ここへ導いた自分の意志が確かにあります。他の誰でもないその意志を自分が信じて認めてあげましょう。自分という存在と一番近くにいる、一番の理解者はあなただから。友達に寄り添ってあげるのと同じ優しさを自分自身にも向けてあげましょう。本日もセルフケアヨガ4日目、Trust。ご参加いただきありがとうございました。またお時間があれば明日もお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。ナマステ。